さて、覚悟はいいか？もちろんだ。ええ、見届けるわ。ありがとうよ。
さてどうする。ちょっとやそっとじゃ壊れそうにないぞ。手伝おう。こいつはそこらのクリスタルとは違うようだ。もっと大きな力じゃないと。老体には応えるが、こいつばかりは仕方ねえか。下がってろ。ラムーに権限する。ここは以前にも。その声、やはり貴様か。どこだ。姿を見せろ。あいつ、まだ動けるのか。
なんだあいつは。ラムーノ、貴様許さん。
5! よ、目が覚めたか。シド、傷が。また、みっともねえところを見られちまったな。待ってろ、今すぐ手当てを。そう、言ってられんぞ。ようやく分かったぜ。お前が奴を狂わせたのか。くたばりやがれ。クライブ、お前は俺がずっと言えなかったことをすんなり言ってのけた。人が人として生きられる場所を作ることなんだと。俺が本当に欲しかったのは、そう、誰もが自分の意志で生きられる場所だ。悠久なる火をまとい、再来の炎となれ。
ごめんね兄さん、こんな形でしか会えなくて。僕がわかるのか。二人を守ろうとしたのか。本当にいい子だ。そこにいるのだろう、アルテマ。おう、我が存在を知ったか。褒めて使わそう、フェニックス。お前のことを探るために随分と旅をした。僕たち兄弟が引き裂かれてからずっとね。お前の狙いが兄さんだということはもう分かっている。だが兄さんはこの僕が守る。ならば古の力秘めたる神々の息を、不浄なる事の葉を払え。ほう、魔法衝撃。ファイヤー、ファイヤー、ファイヤー、ファイジャック。ラチが開かないな。もうよい、戯れはやめよ、フェニックス。器を渡してもらうぞ。させないよ、絶対。断りたるお前を倒せるなんて鼻から思っていないさ。でも兄さんを守るだけなら僕にもできる。何だと思って。死ぬわ！
ここにシドはいないようです。クブカ様に報告を。もう遅い。寺からいい織物を仕入れたよ。どうだい、触っていかないかい。ほら、チョコボの肉はどうだい。うちのはそこいらの店とは違って美味しいよ。ぜひ味見してってくれよ旦那。さあ一口。さあいらっしゃいいらっしゃい。朝採れたばかりの新鮮な野菜だ。何でも揃ってるよ。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬。ちょっと見たってよ。どれもどれだって新鮮だから。お薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬、いろいろ取り揃えていますよ。飲み薬、塗り薬、貼り薬。旅の方、お薬はいかがです。血止めや足の疲れに効くハーブもありますよ。ごめんね、買ってあげたいけど。どうか良い旅を。どなたかお薬はいかがですか。飲み薬、塗り薬、貼り薬、よく効くお薬はいかがですか。シド、よく来てくれた。ベアラーたちは。町外れの議事堂跡に囚われてる。風獄プカの私兵どもが見張っていて手が出せん。また奴らの仕業か。そうだ、あんたをおびき出すための罠だよ。またなの？これじゃまるで見せしめね。これから議事堂跡へ向かう。おい待ってくれ。これまでにあんたや組織を守るためにどれだけ犠牲になったと思ってるんだ。救える命を見捨てろと。そうじゃない、あんたが出向く必要はないと言っている。頑固なところは先代にそっくりだな。くれぐれも気をつけてくれ。今のあんたは
紛れもなくシドなんだ。忘れるなよ。どうか見逃してください。俺たちは逆らう気なんてこれっぽっちもないんです。ここの家畜は喋るのか。私たちを主人のもとへ返してください。黙ってろジジイ。風悟の姿はないか。そもそもシド本人が顔を出すとは思ってないんでしょう。ああ、だろうな。お願いです、命ばかりは。黙れと言っているのが分からんのか。遅くなった。この雷に打たれるドイツだ。まさか本物シドだ。引きましょう。全員呼び戻せ。もういい、奴を放て。あれは、こいつにはかなうまい。素早い相手を捕らえてみせるさ。
りだ。追わないの？奴らも風悟に怯えているだけだ。次に見かけたら容赦はしない。お前のせいでこれまで何人の仲間が死んだと思ってる。わかるか？餌だぞ餌。関係のない俺たちが餌に使われたんだ。お前をおびき寄せるためだけに。どういうつもりなのよ。私たちは奴隷なりに静かに暮らしてきた。それをあんたたちがちょっかい出すせいで。そうよ。この5年間私たちが何もしなかったとでも思ってるの？誰もが等しく人として暮らせるよう必死にやってきたわ。誰がそれを望んだんだ。危険にさらされるのは当の俺たちじゃないか。そうよ。その通りだ。すまなかった。分かっておくれ。わしらも必死で生きとるんだ。シドの意志を継いだ時からこれくらい覚悟してる。クライブ、帰ろう。世界を黒の一体から救うためとはいえ、俺たちがやったことはマザークリスタルの破壊だ。暮らしを脅かしてると受け取られても仕方ない。レアラーを救うにしたって、その一方で彼らを苦しめてる。彼らも非難の目を向けずにはいられないさ。仕方のないことだって分かってはいるけど。だがシドはこう言ってたよ。クリスタルの牢獄をぶち破れと。誰かに強いられることなく未来を選び取れ、自分の意志で。そう言われた気がした。彼らしい。人が人として生きられる場所、仲間と共に。そんな場所を作るため、俺はシドの名を継いだ。俺たちは彼に思いを託されたんだ。だから、何が起きても俺は意志を貫く。ほら、着いたぜ、お二人さん。愛しの我が家だ。
シド、オットのところに行ってやれ。サロンにいるはずだ。分かった。そうしよう。おかえり、シド。そいつを切ったら飯にするか。親方、腕の振りが甘いぞ。気合を入れろ。クライブ、サロンに行ってオットーに報告しましょう。クライブ、サロンに行ってオットーに報告しましょう。チョコボ肉のパイ。いらっしゃい、シド。私はこの隠れ家の憩いの場、パブタブ&クラウンの店主よ。とは言ってもボリーの厨房に間借りしてるんだけど、シドも一息つきたい時はいつでも顔を出してね。はい、ゆっくり。また来るよ。いつでも飲みに来てね。何か飲んでく？あら、もういいの？いらっしゃい。
ああ。どうだい。頼んだよ。まったく。はあ。クライブ。品が揃ってるよ。いい選択だ。どうぞいただくよ。いい選択だ。じゃあね。これ。ドレス隊長の剣よりただ。何の用だ？ここか。いつでも来い。ここか。いつでも。あれから5年か。何が必要なんだ。
大事に使えよ。こいつなら敵なしだ。うちの火事場は最高だぜ。なんせ魔法を使わずに火事ができるんだからな。それもすべてあの炉と不意語のおかげ。本当にすごい発明だよ。見て見て、シド、こいつ僕の友達のチュウ君。積み荷から出てきたのを捕まえたんだ。かわいいよね。ラウンジで飲もうぜ。俺が奢るから。アベヌを渡る。次の作戦まで各自待機だ。了解です。あの書類の整理は終わったか？いつでもご用命を。次の戦はどこで起きるのやら。
アルヤに用事かな。彼女は今大事な施術をしているんだ。夫って素敵な人。仕事熱心で物静かで。算術の問題。あら、お帰りなさい。シドも私の授業。物資が届いて一安心ね。ここらの足場も張り替えないと。あら、クライブ、今回の作戦はうまくいったの？戻ったか、クライブ。ビクトルがストラスを飛ばしてきた。巷ではシドは滞在人だ。その上、風国プカにまで目をつけられ、誰だって関わりたくはないだろう。それで留守中に変わったことは？ダルメキア共和国軍を調べるためにガブを向かわせた。どうにも奴らの今は帰りを待ってるところだ。なら奴が戻るまで彼女と各国の情勢を。ビビアンか。戦の研究さえできれば場所は問わんと言ってたが、こんなところでもお勉強とは。変わった先生だよ。変わり者だから協力してくれるのさ。何かあれば呼んでくれ。何かあったら声をかける。ガブが戻り次第次の動きを決めよう。ビビアン、少しいいか。悪運が強いな。まだ生きているとは。お前にだけは言われたくない。何度か暗殺されかかっただけじゃないか。騒ぐほどのことでもなかろう。さて、要件は何かな。この偉大なる軍事学者ビビアン・ナインテールズが答えよう。各国の情勢を把握しておきたい。今日も今日とてバリスゼアは知事に乱れたまま。史上最悪の滞在に、シドの登場に、黒の一体の侵食による世界の荒廃。だが、世界を揺るがす風は、それだけじゃない。ザンブレク公国という、嵐の存在だ。風の大陸、北東に位置するザンブレク公国は、かねてより
その国土を黒の一帯に蝕まれていた。そのため新たな領土を求めて海を挟んだウォールド王国と長く争いを続けている。ところが相手は召喚獣オーディンを擁する強国。そうやすやすと領土を奪えるわけもなく、事態は進展していなかった。そこでザンブレクの信仰シルベストルが目をつけたのは、豊富な資源を抱えるクリスタル自治領だ。5年前のこと、君たちがマザークリスタルドレイクヘッドの破壊に動いていた裏で、一挙にカノチへ侵攻制圧した。だがクリスタル自治領は文字通り世界の中心、最大の地理的要衝でもある。ここを抑えればバリスゼア統一にも手が届くだろう。だからこそ各国は相互牽制として不可侵条約を結んでいたのだが、一方的に破られたとなれば紛糾は避けられん。ザンブレク公国、ダルメキア共和国、ウォールド王国、そして鉄王国、それぞれが生き残りをかけ乱世は加速しているよ。なるほど、いい雲行きとは言えないか。世界にとってはな、今後の風の吹き方一つで、君たちにとっては追い風になるかもしれない。こんなところだクライブ、こたびの講義代はお使いで手を打とうじゃないか。仕方ない、いいだろう。それではこの本を書庫の主に返しておいてくれ。語り部によろしく。語り部か。さて書庫へ行こう。講義が必要かい？私か。よかろう。いつでも来るがいい。何を教えてほしいんだね。君を取り巻く人の輪をまとめた。
情勢の変化を見ていこう。いつでも相手になるぞ。要件は何かな。まったく。そんなある日だ。クリスタル自治寮か。理解しがたいね。知りたいことは？さて、何を話そう？人物についての講義か？では、私も思考の時間に戻ろう。
指導。いつも忙しそうね。クライブ、お帰りなさい。装備や薬で困ってないかい？こんな湖の真ん中まで品物を運び入れたんだ。せっかくだし、いろいろ買っていってよ。ここで買うか、工房でこさえても。なんだい、いい品が揃ってるよ。また来ないよ。